どうも、キスクです。ということで、龍拳悟空が覚醒しました。まあ、完成させてきたわけなんですけども、早速使っていこうかなと思います。赤二凸で、ステータスがこんな感じ。まあ、260万、26万、26万っていう感じか。なるほど。で、この辺は何もなくて、必殺圧が特大ダメージ。4ダメ 30% アップの能力低下状態上を解除。まあ、おそらく変わってないよね。で、特殊圧が変わったんですよね。発動時に4ダメ 20% アップ、敵に待機カウント5カウント延長の能力低下。これ発動時なんで結構強くね。発動時に待機カウント5カウント、あーでも延長か、付与じゃないんか、失礼しました。でヒット時強制交代で気力70減少、バニシング70回復で、自身が受ける非ダメージの属性相性不利を無効化15カウント、いいね。で、究極圧、特大ダメージの踏ん張り無効で、バトルメンバーの人数に応じて余ダメージが上がっていくっていう感じになりますね。はい。で、メインアビリティが究極圧をドロー、体力 30% 回復、気力40回復で、余ダメが 30% アップと。で、まさかの全開アビリティがイエローかつサイヤ人っていう、ちょっとこれ驚きじゃない？ GT じゃなかったんやっていう。まあでもすげえ使いやすいな、イエローかつサイヤ人は。で、4ダメ 70% アップ。まあ、変わってるところをちょっと見ていきたいなとは思うんですが、特にないかな？うん。で、もう1枚。あ、これか。バトル開始時に GT が2人以上編成されてると、特殊カバチェンの回数が1回アップ。だから、別にメインアビリティとか使わずとも、いけるってことやね。うん。これめちゃくちゃ良くない？めちゃくちゃ良くないか。で、バトル開始時自身以外のバトルメンバーに GT 孫一族が2人編成されていると、待機カウントが1カウント短縮の能力強化で、場に出ると戦闘不能なバトルメンバー1人につき体力 10% ずつ回復、余ダメアップ、究極余ダメージがアップと。で、こっから追加されたやつやね。場に出ると、戦闘不能なバトルメンバーがいるとドロ速1段階アップ、打撃射撃のコストが3ダウン、敵がカバーチェンジ時に発動する専用アクションを無効化。ほう。10カウント。え、強くね？あ、でも戦闘不能時やからな。回数制限ないよね、これ。で、場に出ると気力25減少、全圧コスト10アップ、ドロ速1段階ダウン。バトルメンバーが3人いると、ドロ速1段階アップ、打撃射撃コストが3ダウン。え、強くね？めっちゃ強くない？ベジットブルーの覚醒が嘘みたいなんやけど、すげえなんか特殊カバチェン無効とか、そのなんていうの、環境に合った能力がついてるんで、かなり優秀なんじゃないかなって思うんですけど、どうなんだこれ。強いよね。だからどっちにしろ泥足1段階アップはついてるってことやんね。これ上の方は重複負荷なんで、ドロ速2段階にはならないとは思うんですけど、強そうですね。ということで、当然 GT パーティーで戦っていこうと思います。よければ、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、ということでマッチングしました。まさかの GT ミラーということで、まあ、楽しんでいきましょう。まあ、フェスティバル開催された後やったら、また GT かよみたいな感じになるとは思うんやけど、まあそれはそれでね、楽しみだなとは思いますね。 OK、 まあこのまま特殊カバチェン無効つけて殴っていきますか。消えちまいな。 OK。 もう一枚来るんじゃない、必殺。ちょっとミスった今の。あざす、うますぎる。どうも皆さん、おはこんばんにちは、龍拳です。いい火力、マジ火力高くね、すげえいい感じやねんけど。はい、シュー、あ、やべ、うわー、いててーですわ、マジで。中距離打撃上等。中距離打撃上等、マジ多すぎ。どうしたんやマジで、何があった？マジな話。なんか、おお、遠距離打撃上等！
すごいぜマジで。はい、あざす、いいね、オッケー。はい、死ぬのはお前なんだよな。あざした。さあマッチングしました。お相手は孫一族パーティーですね。対戦やっていきましょう。ちょっと身勝手が重たいなって感じたんで、悟空3を連れて対戦やっていこうかなと思います。よろしく。もうビーストもさ、フェスティバル始まるまでしか見れへんのかな。どうなんやろね、その辺なんかうまいこと調整すんのかな。その辺ちょっと気になるなっていう感じではあるんやけど。はい、ビヤーン、強すぎ。よいしょ、外すかこれ。ダメか。悟空3のさ、前ダッシュマジ入りにくくね。なんでなんやろ。はい、オッケー。なんだ今の。全然コンボできひんな。ラグくはないはずやねんけどね。うわマジかよ。さよなら。メイン、メイン、はい、通常で返してどうする。あざす。まあこれはね、さすがに出てこないか。ライシングでいいんじゃね。え、そのまま。これは多分ミスでしょうね。 OK。 やることなさすぎてもうライシングでよかったわ。まあ実際予想通り龍拳悟空4かなり強いと思います。はい、かなり強いですね。うん、正直めちゃんこブー破天荒な能力してるわ。 OK、 いいね。ここ回避できたのはかなり美味しい。これは救急カーツでいいや。相手のビーストのさ、ユニークゲージ結構溜まってたっけ。ユニークゲージ溜まるんやったらライジングすかせないんだよな。アデュー、さよなら。強すぎー。オッケー、バニシング奪った。これで多分勝ちだと思います。はい、どうする。あざす。これでコンボつなげとったら、そうね、救急カーツ来るんで、これで勝ちやと思います。もらった。オッケー、あざした。さあ、マッチングしました。ということで、劇場版パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。シーズン始まったばっかりやから、フラグメントちゃんと厳選してる人、少ないな。対戦お願いします。あざすー。おい、なんかラグかったぞ今。はい、あざす。それは美味しい。もちろん外します。あー、ちょっとミスったな。やらかした。お、遠距離、あ、遠距離じゃなくて中距離だけか。吹き飛べ。ワンチャンワンパン無理かこれ。うわー惜しい、惜しいなぁ。まあ、これは、石腕に捕まっていいんで、別に。ラッキー。なんか知らんけど。わざわざ、メイン使ってくれたわ。オッケー。これで、バニシング回復。はい、死んでまうぞ。あざすー。さあ残り2体通常で返して、いや射撃しかないのちょっと嫌やな。最速取ればよかろうもん。さよなら。 OK。
でこれもうメインで見よう。うん、やっぱびっくりマークやと思ったわ。びっくりマークやと思った。ワンチャン落ちひんかな。いたー、龍拳最高かよ。マジで最高やねんけど。対戦ありがとうございました。勝負あったな。はい、皆さんお疲れ様でした。龍拳悟空4が覚醒させたということで、PVP で使ってみたんですが、いかがだったでしょうか。かなり優秀だと思います。うん。でまあ覚醒できる人はもう覚醒させちゃった方がいいんじゃないかなって思うんですよね。絶対フェスティバルで活躍することになると思うんで、やっぱ救出2回使えるのはかなり魅力的だと思います。しかも条件激ゆるなんで、その辺がまあ良かった点かなっていう感じですかね。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。